皆さんこんにちは。こちらはソニーの CD プレイヤー CDP101 です。発売は1982年、当時の値段は16万8000円でした。これは世界初の CD プレイヤーです。当時 CD の音はデジタル臭いと言われていましたが、実際はどんな音だったのでしょう。今回はこの CD プレイヤーを詳しく調べていきます。このモデルのスペックは次の通りです。ピックアップは長寿命のタイプが使われています。エンファシスというのは高域を強調して録音された CD を再生する機能です。82年は最初の CD プレイヤーが発売された年です。次のプレイヤーが一斉に登場しました。最初のプレイヤーのほとんどは DAC から後の信号処理がアナログです。オーバーサンプリングデジタルフィルターというのは今でいうアプコンです。これを使う目的は 20kHz から先のノイズをカットするためのアナログフィルターの影響を小さくするためでした。この製品は中古でしたので状態を確認します。ぎこちない音がしますが、これで正常です。ベルトが使われていないので、ベルトの劣化が関係ありません。CDR を再生します。この CD にはいろんなテスト信号が書き込んであります。ボタンにクリック感がありません。このボタンはタッチ圧を検知するタイプです。中を見ていきます。裏板を外します。カバーは下から止まっています。このネジを外すと外れます。このカバーは板を重ねた正進構造です。叩いても響きません。大型のヒートシンクとトランスは電源回路の一部です。初期のプレイヤーには寿命の長いピックアップが使われていました。40年近く経った今も読み取りできます。トレイはアルミダイキャストでできています。ぎこちない改変音はギアから出ています。これはサーボ制御の基板です。
信号処理の基盤を見ていきます。DA コンバーターはシンプルな積分型です。アクティブ型のアナログローパスフィルターです。非常に高次のものが使われています。当時は 20kHz から先のノイズをカットするためにこのようなフィルターが使われていました。すべての機能が正常に動作しますので、このまま測定していきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。低域と高域がちょっとドロップしていますが、ほぼフラットです。ということはこのプレイヤーには音色がありません。 20kHz から先がローパスフィルターでシャープにカットされています。歪みを見ていきます。かなり悪い特性に見えますが、これは16ビットの信号をそのまま素直に出した結果です。デジタル信号は振幅が小さくなると台形に近くなるので、このように歪みが増えていきます。十分きれいに再生できる限界はだいたいマイナス 45dB です。歪みが 10% を超えるとさすがに目立ちます。実用限界はマイナス 70dB あたりでしょう。ダイナミックレンジがこちらです。16ビットの分解能はマイナス 96dB ですが、正しく変換できる限界はマイナス 70dB あたりです。マイナス 70dB は12ビット相当です。出力インピーダンスを見ていきます。平らな部分が少し高いですが、当時はこのくらいが普通かもしれません。問題は低域で上昇している点です。この特性だとつなぐ相手によって低音が弱くなる可能性があります。実態を見てみましょう。全く問題なしです。揺るぎなく安定していますね。このプレイヤーの信号処理はシンプルなので実態の問題がありません。インパルス応答を確認します。このエコーはローパスフィルターの特性です。波打っていますが、耳に聞こえない周波数なので音に関係しません。測定結果は以上ですが、デジタル臭い音につながるような特徴は見つかりませんでした。微小信号の再現性がよくありませんでしたが、マイナス 70dB 以下の話なのでほとんど聞こえないと思います。このプレイヤーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを CDR に焼いてプレイヤーで再生した音を録音したものです。初期の CD プレイヤーの音はどんな音がするでしょう。測定結果からはデジタル臭くなる要因が見つかりませんでしたが、耳に聞こえるのでしょうか。それではじっくりお聞きください。
古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて。Friend コモデピも一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。このプレイヤーの性能は 44.1kHz 12bit 相当でした。どっちがプレイヤーの音だったかお分かりいただけたでしょうか。デジタル臭い音についても何か分かった方はお聞かせください。このプレイヤーは CD のデジタル信号を何も手を加えず素直にアナログ変換する装置です。性能は現代のプレイヤーに比べるとかなり低いですが、この音に魅力を感じる方もいるようです。この後オーバーサンプリングデジタルフィルターが搭載されてノイズや歪みの問題が改善しますが、最初の時点ですでに原音との差が微妙ですから音質の向上は少ないかもしれません。デジタル臭い音というのはプレイヤーではなくてソフト側の問題だった可能性があります。当時 AD 変換の性能が十分でなかったし、マスタリングにも多くの試行錯誤があったことが想像できます。デジタルだから音に違いはないと言われた CD プレイヤーにも音に違いがありました。その一つに低域の出方があります。この原因は出力インピーダンスかもしれません。例えば今回の実測データはこんな形でした。低域でインピーダンスが上昇しますので、つなぐ相手によって低音が弱くなることがあります。平らな部分も重要です。ここが高いとノイズが乗りやすくなって音の透明感が落ちます。このカーブをフラットにして全体を低くしようとすると、回路にコストがかかりますから、高級機とエントリーモデルで作りが違っていたことが想像できます。 DAC の性能が十分になった現代では DAC よりも DAC の後の回路が重要です。出力インピーダンスは DAC の音を知る上で重要な手がかりになるでしょう。ご視聴ありがとうございました。